そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかっちです。今日も来てくれてありがとうございます。はい、ということで今日のテーマは Nothing 何もありませんマイクを持って今自分が話したいことを考えて湧いてきた言葉を話していく、そういうテーマでやっていきたいと思います。このチャンネルでは皆さんの人生とか教育とかビジネスに少しでも役立ち、そして生きる力が湧いてくるような配信をしていきたいなと思ってます。で、今回もちょっとでも皆さんの心を動かしてぐんと元気になる、そして一歩踏み出せるような配信にしたいなと思ってます。でも何を話すかは決めていません。いわゆるアート思考です。そう、アート思考っていうのはその時自分が湧いてきた言葉、湧いてきた気持ち、湧いてきたアイデアっていうのをまずは出していく。それ出して、それがいいとか悪いとかじゃなくて、まずは出すということ。出した後にあ、ポカッポカッポカって出てきました、出てきました。あ、じゃあこれはこれとこれくっつけれるよね。あ、これはちょっとやめとこう。あ、その代わりこっち持ってこようみたいな感じで、まずは出すこと。まずは出して自分の頭の中を見える化する、可視化する。そしてそれをテーブルにドーンって乗っけた状態で、じゃあ自分は今どうするのかっていうのを考えていく。まあそれがいわゆるアート思考であって、いわゆるアーティストが自分の作品を作るときに使っている思考、それを自分のビジネスとか人生に応用させる、それがアートシンキング、アート思考ですね。まあそういう意味を込めて今回は配信します。当時の僕なら、つまり1年前のおかっちなら、10分間今やろうとしています。10分間のトークを皆さんがブチって10分間切られないように、切られないように10分間なんとか引き延ばして、ちょっとでも生きる力を与えたいなと思って今トライ、これは僕の挑戦なんですけれども、当時の僕ならこんなことはできませんでした。でも皆さんのおかげです。そう、本当にそう。この YouTube を始めて自分のそのままを出すっていうことを何度も何度も何度も繰り返して、そして皆さんが見ていただいているから僕は、励みになって、そしてこの YouTube を続けることができる、そして続けることができたら自分の能力が上がっていくということ。だから10分間何も台本がない、何もテーマがないっていうことを僕が引き受けるっていうのは本当に怖かった。そのままの自分を出すのが怖かった。だからちょっとでも背伸びをして、ちょっとでもよく見せようとテーマを決めて、そしてそれを一生懸命準備をして皆さんの前で発信する、そういうスタイルをずっとやってきたんだけれども、ちょっと置いた上で今頭真っ白な状態、もうすでに3分経ってます。あと7分お付き合いください、ね、あと7分皆さんをどうやってここ僕の、この YouTube をブチって切られないようにするのかっていうのが僕のテーマですね。僕のテーマなんですけれども、どうですか皆さん、今やっていることなんかいっぱいやってると思うんです。いろんな役割があって、いろんな行動、いろんな活動、いろんな仕事をされていると思うんですね。いろんな仕事をされている中で、本当にそれってやった方がいいのかなとか、本当にこれって私がやるべきことなのかなって考えることありませんか。これってまあ昔からずっと続いている仕事で今もやってるけど、この仕事ってまた明日も明後日もずっと私がやらないといけないのかなって。で、今って特にコロナショックで世界は大変なことになってると。その中でもう これから先どうなっていくか分からへん。自分の命もそうだし、自分の世界もそう。そうなった時に限られたこの時間を、この命をどういうふうに使うのかっていうことをより一層考えて、自分で決断、つまり決めて行動していかないといけない、そういうタイミングになっているのかなと思います。その時にこういう問いをかけられたら、あなたは何と答えますかっていうことなんですけどね、一つだけしかできません。これ一つだけしかできませんね。その一つ、あなたは何を選びますかっていうこと。今自分はいろんな役割、いろんなことをやって、それを削って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 、最後に一つ残るのは何ですか。一つだけです、一つだけです。その一つって一体何ですか。一緒に考えていきましょう。おかっちはまさにこれです。
心を動かすということです。皆さんの心は今動いてるかどうか分かんないけれども、心を動かすような配信をしていく、心を動かすような表現、心を動かすような活動をしていくっていうのがミスターおかちのやりたいことであり、やるべきこと、そして私のミッションです。心を動かすことそのものが生きる力になり、生きる喜びになり、そして一歩踏み出すアクションにつながっていくからです。そう、感動させたい、幸せにさせたいよりも生きる喜びを体感したい。みんなで生きていてよかったなって、あ、私は今生きているんだって、そういうような喜びを一緒に味わいたいんです。そう、だからもうたった一つだけって言ったら、もう僕それ、心を動かすということ、もうそれしかない。だから有益な情報を提供しようとか、皆さんの問題を解決しようとか、そういうことではなくて、心を動かすそのものがゴールですね。どんだけあれは正しいと思っていても、それをやるべきだって頭で思っていて考えていたとしても、一歩踏み出す力がなかったら、一歩踏み出す勇気がなかったら行動しないんです。行動しなかったら何も変わりません。そうなの。だから行動するためには力がいるんです。エネルギーがいるんです。勇気がいるんです。そのために必要なのは心のこの動き、心の動きがあったら、なんかそっちに進みたいっていうワクワク、喜び、希望が湧いてきて、そして進むエネルギー、力がぐんぐん湧いてくる。だから僕は心を動かしたい、そういうことなんです。はい、ということでこの YouTube ではまだ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 ね、フォロワーさんも少ないですけれども、めげずに諦めずに、どうやったら心が動くのか、まず自分自身が心が動いていないと絶対に伝わらないと思ってるんで、日々カメラの前に立っている時は心を動かす準備をして、今自分が話しているこの言葉、この表現に自分自身が心が動いているのかっていうことを常に頭に問いながら、自問自答しながら一歩一歩進んでいきたいなと思っております。はい、7分23秒。こんな感じでね、ミスターおかっちのチャンネルでは、あなたのビジネスとか仕事とか教育に役立つ情報というよりも、なんか力が湧いてきたっていう、なんかそっちに進みたい、希望が見えたっていうような時間を提供したいなと思ってます。はい、本当に僕はこれまでいろんな人生を歩んできました。で、今は僕はこれ人生の第3章だと思っています。はい、第1章は0歳から30歳までレールを歩んできた人生です。いい大学に行って、いい会社に行って、そして出世をすれば幸せになれるというレール、そのレールをひたすら進んできた人生、それが第1章。第2章はレールを作った人生です。30歳で会社を辞めて、そしてアメリカの大学院に留学し、そしてこの和歌山でライフスキルの学校を設立しました。そこからいろんなことがあったけれども、来ていただいている方と信頼関係を積み重ねながら、そして今39歳まで来ました。そしてこれからがまさに第3章です。コロナショックが起きて、これからどうなるか僕にも誰にもわからない。でもただ言えることは、これまでと同じ世界はアフターコロナの世界ではやってこないということです。その中で自分が第3章どう生きるのか、どう暮らすのか、どう働くのか、何を伝えて何を言わないのか、そしてどういう行動をしていくのかっていう、そういう決断を迫られている、決断に迫られているのがまさに今このタイミングなのかなと思ってます。第3章タイトルはまだつけれへんけど、最高に楽しかった第2章やった。だから第3章もこれだけは言いたい、絶対にハッピーエンドにする。はい、絶対にハッピーエンドにする。今はたとえ真っ暗でも、その中から光を絶対に見つけて、その希望の光をたどりながら一歩一歩進んでいきたいと思います。ついこんな投稿、こんな動画を撮るのは何年後かわからへんけれども、第3章のこの40、今39、今年40、40から50か40か60かわからんけど、この第3章起承転、転やね、起承転だから、バンって一気に変わる
変わるステージやと思うけれども、波にの飲まれないようにうまく波に乗って、その波に波が来ているチャンスを逃さずに一歩一歩進んでいきたいと思います。こんな感じで、ミスターおかっちのチャンネルでは生きる力が湧いてくる、そんな配信をしていきたいと思います。無事見事10分23秒まで行きました。まあ、10分23秒は行けたけれど、ここまでどれだけ多くの人がここまで聞いてくれたのかっていうのはちょっとわからないんで、もし聞いたよっていう方がいたら、いいねボタンとかコメント残してくれたらめっちゃ嬉しいです。はい、それが僕の成績表になります。あと平均維持率っていうのを見えるんですよ。まあ、これ10分っていう長さがあって、だいたい多くの人が何分まで見てくれてるのか、1分でもう脱落してるのか、3分で脱落してるのかっていう、その率が見えるんです。その率を見るのが楽しみです。ちょっと怖いけれども、でもそれが僕の現実だから、現実をしっかり受け止めながら一歩一歩進んでいきたいと思います。そんな感じで、今日もお付き合いありがとうございました。それでは素敵な一日を。さよなら、バイバーイ。やっ。